せーの、漫画を応援するラジオ、マンラジ。ちょっと声張ってこの番組は星新也さんと応援団員の皆さんの提供でお送りしております。はい、よろしくお願いいたしますね。じゃあ僕がもう思うがままに喋ってもいいですか？なんで？なんで？誰もあるでしょ話したいの？なんで？なんでかっていうと、いや、この前のね、漫画家 VS 編集部っていうのやってきたばっかなんだけど、ね、ああ、そう、流れですな。そうそう、これでももうその話は2週間前の話なんだよなって、なってるだろうな、きっとな。そうね。っていうね。隔週だとさ、忘れちゃうから、なんか前回のことをちょっと振り返っちゃってください。しかもあれだね、これを、が公開される頃には、ネーム大交流会も終わって、ネーム大交流会最高に良かったね。この流れこれは台本じゃねえな、さてはさては素だろじゃあもうそろそろ、はい、漫画家VS編集部から1ヶ月だったんで、逆にもう反省点を言っていい？反省点は何かっていうと、僕が思ったよりもね、人数そんな集まんなかったなって思って、いやでも逆かな、作品募集という意味ではすごく集まった。作品そんな来ないかなと思ってたんですけど、結局18作品ぐらい集まったから、すごいめっちゃ来たんですよ。でそこはめちゃめちゃありがたい。しかもすごいレベル高くてみんな面白くてっていうのはあったんですけど、逆にもうその後の見学とか一般参加みたいなのがあんまり来てくれなかったなと思って、いやなんでだろうねに僕は今答えが出てるんだけど、なんでですか？そう、実はねその後にね、漫画ブックインディーズの人とかともちょっと打ち合わせとかもしてたんだけど、そこで自分で喋りながら気づいたんだけど、漫画家志望の人たちって どんな人たちなんだろうみたいな話を僕はしてた時にね、ちょっと質問いただいたことをちょっとあんまりその内容は言えないんだけど、まず2タイプいますよねっていう話になったんですよ。漫画家には。で、それがやっぱり褒められてすごく伸びていくタイプってよく言うやつじゃないですか。で、基本的には褒められて良くなる人がほとんどね、そうで、で、僕はもう 100% そうだろうって思ってる部分もあるんだけど、中には1割ぐらい、僕の中では1割ぐらいなんですけど、褒めてもらっても全然響かなくて、もうなんだろう、いやもうそんな褒めはいいから、具体的にこの作品を良くするアドバイスをくれっていう。いや全然それいるでしょ。僕も実際そのタイプだし。そして、俺も若干そういうとこある。なぜならば、M 気がするから。もっと攻めてこいやそうそう。で、っていう、まず2種類が大まかにあるんだよなっていう話って、もう実際体感してて思ってて。91だけどね、さっきと。91でね、そう。で、全然これいいよ、これいいよって言って、ね、別にそれで嘘ついてるわけとかでは全然なくて、もういいところをね、やっていくと、結局、結果何、どういうことになるかっていうと、いいところをガンガン伸ばしていくと、微妙でいらなかったりするところって、もう隙間がなくなっていくじゃないですか。いいところがどんどん増えていくと、無駄だったり、ここが微妙だなっていうところって、入れ込めなくなってくから、結果、バランスが良くなる。そう、バランスが良くなって、いい、結果いい作品が、突出するんで、その、いいとこがポンって。そうそう。だから、まあ、これはいろいろ難しいと思うんだけど、先輩いるんだよね、漫画の先輩で、すごい褒めを欲しがるんだよね。で、褒めると、すごい面白い漫画描くのよ。もう面白すぎて、俺の中で。で、本当のこと言うと、パンって言うんだけど、やっぱりダメ出しすると、なんか燃やつくんだよね。で、必ずネームが困ると、タクちゃん、褒めてくんねいいっすよって言って。最高っすよって言って。で、まあ、嘘じゃないんだけどね。でも、褒めると10倍ぐらい違うだろ、この人って思って。で、ネームタンク的にはね、多分、褒めポイントを間違わないっていうのが、ネームタンク的なポイントなんじゃないかなって真面目な話すると思ってて、構造とかね、要素とかから考えて、必要な要素に着目してるから、結局そこを伸ばすとか褒めたり認めたりみたいなことになるから、無駄なところ褒めちゃうと多分ダメなんだと思うんですよ。なんか、よくわからない作品になってる。ね、いいツボをね。そう、ああ、ツボをしてあげるって本当にそうだね。っていう感じだと思って、で、
そこで思ったのが、うん、ああ、なるほど、そういう感じなんだなと思ってて、うん、ネーム進める会とか、で、うん、今回のネーム大交流会とかは、めちゃくちゃ人集まってくれてるんだよね、うん。で、これって何なんだろうと思ったら、やっぱりその9割の人の方に響いてるイベントだったんだろうなと思ってて、僕、やっぱりでも確かにそうだったなと思って、もう原点を思い出したんだけど、やっぱり漫画描いてる以上、うん、誰かに見てもらいたいし、まあ、それはそうですよ、うん、ね、それを認めてもらいたいし、うん、気に入ってもらいたいしっていう、はいはい、それを伸ばすためにやってたんだよなっていうことをもう再びもう再確認して、もうずっと分かってたつもりではいたけどね、はいはいはい、そう。ちょっと忘れちゃった。ちょっと忘れちゃった。ね。で、っていうことがあって、うん、で、今回の漫画家 VS 編集部みたいなのは全く逆のイベントで、もう、もうそう。褒めとかはいいんだと。もうリアルな技術を送れと。ね、っていう、うん、だからもうそもそも少なかったなと。見てるところが、もう多分1割なんですよ、これ。で、多分この。ここだと 100% なんだけどね。で、ここのね、なんでその技術を、もう褒めはいいから技術をとかっていう人はいろんなパターンいるなとは思うんですよ。例えば、全然自信、もうすごく自信がないからそういうふうに、もう褒められても全然褒めてる言葉が響かない。そもそもなんか、いや、そんなこと全部嘘に決まってると。っていうことそういう人もいます。ね、なるから、そういうふうになる人もいるし、やっぱり純粋に、もう、テクニック、タクジ先生みたいなね、うん、その技術、テクニックに興味があるから、うん、もうその褒めてる言葉はいいんだけど、もうその時間あるんだったら技術をくれみたいな。うん、まあ、ね、ちょっと違いますけど、うん、俺の場合は結果が欲しいんですよ、ね。結果が欲しい。つまり、150点にしたいと。100点満点中のやつなのにみたいな。そのためには、うん、もう、あらゆる、もう何でもいいんだよ、家庭は、みたいな。うんうん、辛いことだろうが、アメちゃんだろうが、うんうん、ね、テンション上がって書く、150点いくなら褒めてほしいし、うんうん、ダメ出しとか無知で、150点いくならもっと無知くれ、みたいな感じですね。そう、そうなんですよ。うん、っていうのを、うん、あ、なんかこれって今後のなんかいろいろやっていくネムタンク運営ですげえ大事なことだな、っていうのを改めて思ったな、と。だから、スーパー大事なことを喋っちゃった。そう、ネム大交流会とか、だからね、うん、その自分の、いいとこ見てもらうってやっぱりすごい大事、うん、そういう意味でめっちゃ大事なんですよ。これって、うん、その認められたいって思うことって全然素晴らしいこと、いいこと、そう、それが、うん、結局それが引いてはいい作品を生み出し、うん、この世の中を豊かにすることになるので、うん、もうぜひそうやってそれを見てもらって、よくしてもらってね。いや大事だと思う。ね、なんかね SNS とかの影響が、うん、承認欲求って言葉があんまりいい言葉にね、うん、最近ね感じてない人多いんだけど、そうだよね、俺はすげえいいことだと思うんだけどね。そうそうそう、欲望とか我欲を、うん、あの作品に載せるから面白くて、でそれを面白いと思って初めてそこの欲望方が消化されるというかさ、そうだと思うんだよな、いい感じの循環の輪ができるんだと思う。そうで、そうやってできる作品ってすごくやっぱ魅力的だし、うん、であと面白いなと思うのが、うん、ネーム大交流会ってそういう自分の作品も見てもらいたいっていう気持ちもあるだろうし、うん、でもそういう作品が集まって、そういう風な作品が集まると見たいっていう気持ちもあるよね。そうですね。そう、うん。なんかこう同じことを考えてる人たちが、じゃあこの人たちはどういうことを見てもらいたいと思ってるんだろうっていうと、すごくそれは興味深いなと思っていて、うん。というわけで、きっとネーム大交流会は成功しただろうな。ちょっともう、時の経過が俺の中で、あやふや、なんであやふかはさせてくれ。はい。まあでも最高でしたね、っていうことですよね。この番組は東京ネームタンクがお届けする、うん、みんなの漫画を応援するラジオです。はい。応援団長の拓司ですよ。漫画の応援団長ですよ。はい、おそうっす。コズプンの後藤です。うん。いや、古文が語りましたね。合点、合点、合点。合点。え？何それ。気合が足んないですね。今週の漫画ニュース。漫画ニュース行きましょうか。はい、どうぞ。ね、巻いていきましょうか。いろいろありましたよ、1ヶ月。長かったから。そうですね。ね、頻度が減ったことによって。たまるたまる。そう、何があったんですか、拓司先生。ん？この1ヶ月。漫画ニュースですか？うん、漫画ニュースというか。漫画ニュースは、ね、そうだね。気になってくる。でも個人的には、だから、うん、前の回で言った、うんうん、チーム合作をずーっとやってたんで、うん、そこでの知見だね。ニュースっていうか、大会とか漫画のやつさ、いろいろあるんだなと思って。ああ、うん。ショーページのネームで応募できるやつがたくさんあるじゃないですか。うんねうん、なんかそういうのを、すごい増えたなと思って。うんうんうん、で、それをチーム活動でもやろうかなと思って、最近調べてました。うんうん、ああ、なるほど。結構あるよね。詳しいのは、後藤先生はこっそり。そう、僕、それ、新連載研究会、改め漫画芸術研究会で、ショーページの賞に、うん
応募する班というのを作って取り組んだんですよ。はいはい、もう終わったんですよ、それは。時が学習になることによって。きっと大成功です。やったぜ、大成功だったな。なるほど。で、それで、面白かったのが、もう僕ね、必死こいてね、うん、11月の半ばね、あの、うん、サイバーコネクト2っていうさ、うん、会社、ゲーム会社あるじゃないですか、うん、やつ。はいはいはい、ね、うん。そこが、あの、復讐三部作っていうので、はいはいはい、今、これからゲーム作るっていうことで、うん、復讐をテーマに、うん、もう短いページ数のツイッターショーみたいなやってんだよね、はいはい。もうそれがさ、全然集まんなかったらしくて。みんな復讐に興味なかった。そんなことは出た。締め切りがね、そんでね、結局あまりにも集まんなくて、締め切りが伸びたよ。12月末とか、で、今12月末とか言ってるけど、それも別にどうしようかなとか言ってたら、この中の人のこのゆるさいいよね。なんかもう、これいい作品が出るまでやらねえみたいな感じだった。そうなんだと思って。それそう、内部事情だな。あ、そう、中の人ゆるすぎだろとか言って、って思ってて、僕そのさ、うん、あれだった、そのサイバーコネクトスーツのショーやろうと思って取り組んでたんだけどさ、うん、これ誰、どんなショーなんだろうなと思って、うん、そのショー見たら審査員に後藤純平って書いてあって、あ、僕審査員だった、そういえば。ちょっと、しっかりしろあ、そうだ、そうだと思って。これどうなんだろう、審査員の人がこの応募しようとしてる感じはどうなんだろうなと。え、それダメじゃない普通にね、これまあダメ、まあやってもいいと思うけど、これ当然落ちるんじゃねえかな。それはそうでしょ、それはそうでしょ。それで賞取ったら俺は、え、引くよね、審査員が自分の作品を。そう、まあ、それはダメですわ。それはダメですわな。まあでも、というわけでね、これ伸びたんで、うん、なんかね、やっぱね、書きにくく思っちゃうんだと思うんですよ。復讐っていうことによって、うん、僕も復讐いいテーマだなと思ったんだけど、やっぱりみんな復讐っていうと、重めのものを考えちゃうっぽくて、うん、で、実際確かに重めの王道の復讐も見たいじゃないですか。まあそうですね。なんかこう、狂気。いじめてたやつをぶっ飛ばすみたいなやつとか、なんか狂気を感じる復讐でもいいし、いろいろね、あるものの、やっぱりツイッターとかの短いページで書くとするとさ、うん、まずはやっぱり自分の経験を振り返るじゃない。うん、どんな復讐したかなと思って。で、あんまないのかね、みんなね。僕はめっちゃあるんだけど。それありますわね。あの、何回目だったかな ?5 回目だか6回目で若干俺が引いたやつだったからね。チャリンコのやつ。そう、そうなのよ。復習ってさ、で、難しいのが僕も多分ね、一般の皆さんより復習をきっとたくさんしてきたんだなっていうのはなんとなく体感してるんですけど。え、これ今いいの言ってる、そういうこと。まあいいけど。でもね、それって、うん、そのね、漫画には辛いんですよ、うん。なぜならオチがないから。復讐って、うん、やっぱ復讐しました成功って言っても落ちないんですよね。それ書いてもしょうがなくて。うん、どうすればいいですか。例えば、うん、ハンカツどうなるかってお伝えすると、うん、じゃあこれは仮にね、うん、こんな人がいたと僕の話じゃないとして、うん、すごいもう中学校の時にムカつく先輩がいて、うん、部活でね、はいはいはい、もうすごいなんか不当に厳しくしてくる嫌な先輩いたんですよ。うんうん、はいはい、で、いたと、うん。じゃあ A さんとしましょう。A さんと。で、もうそいつムカつくから、うん、もうガスガンで撃ってやろうと思って。うん、おい、フィクションね。フィクションね。うん。ああ、いいよ。ガスガンで撃った。ガスガンってわかるかな、あの、わかんない人いたんだよね。エアーガンの、まあ、もうちょっと強いやつ。ガスで出るやつなんですけど。うん。で、それをでも学校持ってったら怒られちゃうじゃないですか。そりゃそうだよ。だから。撃、うん、っちゃダメだって、基本的に。あのさ、ビニール傘ってさ、うん、あのパイプ中空洞になってんじゃん。うん。あそこら辺をうまく、あの機構を利用するとですね、うん、これ、ライフルになるんじゃねえかなと。おおおおおおお、なんだい君たち。おお、なんだこの空気は。これカットだな。カットじゃないよ。カットじゃないよ。大丈夫だよ。そんで、まあ、それをね、僕、工作好きだったんで、まあ、いいものを加えてですよね、こう、取っ手の部分をコンってやると、バシッて。しかもね、これがね、スパイか。すごいのが、その何がすごいかというと、あのね、
工作、まあこれね、ビニガスをね、ガスガンに改造する人がいた時のためにお伝えしておくと、うん、ガスガンの難しいところは、出すことじゃないんですよ。止めることで、一発ずつ出すなんてことは、ちょっと実は逆に難しいんですよ。もうガス、そんな瞬発的に止められないから、はいはい、勝手にマシンガンになるんです。ちょっとごめん。今思った。で、それで、下校中に、その、ちょっと先輩のすごく後ろの方から、マシンガン化した、ダララッこれは、これは、いや、面白いんだけど、面白い。ね、話にすると面白いんだけど、これをね、じゃあ漫画として想像してほしいんだけど、フィクションだから、うん、それでダラーってバシバシって当たったとして、にやって笑って終わってもさ、うん、終わりなんだよ。だから現実はそこで、うんうん、なんでもうやったみたいな成功みたいになってもさ、漫画としては落ちないじゃないですか。なるほどね。で、漫画はそこでさ、傘が暴発するかなんかでしっぺ返しとか食らえばまあ、ね、まあいいんだけどさ、うん、難しいよね。でも実際そんな、うん、そんな落ちをつけてもさ、うん、はいはいみたいな落ちになっちゃうと思う。だから復讐は本当にむずい。うん。だってこのトークの着地でも俺、むずいこと言ってくんな、この人。まあ、まあ、とりあえずフィクションね。これはフィクションなんだけど、まず撃つのが法律上ダメだから。そう、そうだね。確かにね。あとガスガンはね、18歳未満はそもそも買っちゃダメ。ダメだから。からもう、自白ですよ、これ。完璧なる。違う違う。まあ、フィクションだから、許されるよね。そんな人いるはずないから、ね。ないよね。うんうん。ね。っていう、ことと、まあでもね、僕はだから、一個でも、いろいろ班活動がすごい良くて、班活動してる中でね、気づいたんですよ。その、あ、これ一個解決策あるじゃん。こうすればいいじゃんっていうのが、これを、可愛い女の子にやらせれば全て解決するんだっていうことに気づいて、そう。まあ、うん、まあそうね、フィクションだから。そうそうそう。で、ってすれば、うん、あ、過去のいろんな経験が生きるな、と思って今書いてる。なるほど。なんだよ。困るんだもう、ね、うん、なるほど。そうだよね。うん、漫画ニュースね。漫画ニュースだった。そう、漫画、うん。そう、漫画ニュース。あと俺ね、漫画ニュース。何これなかったかのように続けるのやめてよ。語りたいことあったのよ。はい、うん。漫画ニュースじゃなくて映画だったけど、うん、あのね、若おかみや小学生っていうやつが多分ね、DVD に出てるあたりじゃないかな、これが、うんうん。これがすごかった。あー、ね。話題だよね。映画、ツイッターとかで話題になって、うん、行ったんですよ。だいたい10月ぐらいだったかな。うん、で何がそうかというと、うん、構成がすごい。構成がすごいんだ。へぇー。あれ、ほんと構成とかそういうことを悩んでる人は絶対見た方がいい。へぇー。90分で人生感じちゃったからね、俺。へぇー。そうなんだ。俺泣いてもうたからね、久々に。90分なんだ。今そうやって短い時間で。短いですね。ね、ある。これは、すごい。ほんとに見てくれってしか言いようがないね。わかった。じゃあ、見よう。見てください。今もう映画館とかではやってない。まあ、若干やってんじゃないかな、11月の現在では。うん、11月はね。うん。俺の中で、あ、そうね、11月はね。12月半ばになってるからね、これね。あの映画の構成を超えるアニメ映画なかなか見たことない。あ、そうなんだ。ほんと3本の指ぐらい入った。90本作品。すげえ、見よう。ってなことで、うん、そういうのが俺の中ではニュースでしたよ。はい、ありがとうございます。他にね、じゃあ僕がピックアップしたニュースは、うん、まずね、あ、そうだ。あ、この話すっかり忘れた。僕多分ね、うん、この頃にはね、ホリエモンと喋ってるな。ああ。そういえばありましたな。それはどうなったんだろうな。最高でしたよ。最高だったと思う。最高だった、最高だった。うん、それに関しては本当どうなってるか言えないな。わからんな。すごいよね。ホリエモンさんとね、喋る機会が、うん、あるとはね。あるとはね。ホリエモンでしょ？そう。うん。
誰でも知ってる人だよ。そうそう、まずさ、あとはさ、佐渡島さんってみんな知ってるのかな？コルクの佐渡島さんっていうコルクっていう漫画家エージェント会社があって、うん、まあ、この業界に詳しい人は多分大体知ってるぐらいな超有名人なんだけどね。うん、で、その佐渡島さんっていう人が、まあ、まず、ホリエモンと漫画の話をしてるときにね、うん、モタンクのことは言ってくれたらしくて、うん、ね、書いて、ね、そう書いてあるんだよ、なんかさ、うん、その、俺見た、見た。今、漫画の仕組みを一番原稿化しているのは、うん、東京ネームタンクの後藤さんですよ。おー、堀江さんっつって。今、後藤先生、ラジオわかんないけど、超嬉しい顔した。超嬉しい顔してるのかな、なんか。いや、今したよ。いや、そう、ニヤッとはしてるけど、いや、これは、もう乗っかっていこうかな。いや、いいじゃないですか。まま乗っかりましょう。いや、なんか、なんでそんな、なんでそう言ってくれたのかなっていうのを考えると、やっぱり、堀江門さんと対談するのがね、わけわかんないやつだとさ、しょうがない。いやいや、なんでそこで、そこで、謙遜しだすの。持ってけ。え？もう、漫画の構造一番知ってんのはもう、後藤淳平だと。そこは言ってくれるよな、みたいな気持ちもありつつも、しかし、うん、いや、でも、あ、でもね、本当そうなんですよ。もうここは乗っかっていこうと。うん、その通りですよ。そうそう、ね、うん。だからも最高のイベントになった。イベントになったよね。うん、で、まあ、それは良くて、ごめん、その話をしたかったんじゃない、うん、で、そこでね、それはメディアドゥだっけ。メディアドゥの、うん、漫画新聞とかやってるね、はいはい、その菊池さんっていう方がね、いらっしゃるですよ。うん、今回のイベントとか全部一人仕切ってくれたんだけど、うん、その菊池さんが持ってきてくれた、うん、ね、全巻一冊っていうね、うん、デバイスがあるんだよ、見て。それがすげくて。どんなやつ？ちょっと言ってください。なんかね、見開き状の本のサイズの、うん、あれ、本のサイズのどれぐらいだっけ？え、ジャンプよりはちっちゃいと思う。構造的に、うん、3DS みたいなやつ？そうそうそう。うん、まさにそう、ね、うん。で、それが本のサイズなんですよ。はいはいはい、で、パカって開くと、液晶 E インクかな、うん、あれ。液晶2個で、もう、その一冊に、ナルト全巻とか、シティハンター全巻とか、結構入ってるですよ。全巻入ってんだ。そう。うん、で、それの、なんだろう、解像度とかがめちゃすごくて、うん、もう丸ペンで書いた線みたいなの見えんの。あ、見えちゃうの？そう。これはすごいな、うん、本だなと思って。でここに全部一冊入ってるんだと思って、うん、これまたなんか何かの次の時代のきっかけになったりするのかなと思ってて、ね、だから僕それにずっと思ってるのが、うん、縦読みの漫画とか今流行ってるけど、うん、これって結局今スマートフォンがみんな持ってるからこの形なんであって、うんうん、デバイスの形が変わればまた全然見開きの漫画が来ることなんか当然あるだろうと思っていて、うんうん、ね、なんかね、電子でファラハッとね、めくれるようになればさ、うん、そんな時代っていつか来るんじゃないかなと思っていて、うん、その先駆けを見た。これがすごかった。でも欲しいわ、欲しいでしょ。うん、これ、売ってるんで。あ、売ってるんだ。うん、そう、売ってる、売ってる。いいよね、その、うん、この薄さになっちゃうの。長いよ、なるほど。プレゼントとかにいいですね。なんかその人の好きな漫画、入っていって、うん、え、全部入ってるってなるじゃない。うん。そんで、あれとも SD カードっぽいんだけど、なんか SD カードみたいなものに、そのデータが入ってて、だからその側はもう、もちろん共通で使えるのよ。だからシティハンター入れようと思ったら。もうシティハンター前回見えるみたいな。すげえ。すげえぜ、これ。うん、で、もうまんまと洗脳された。いや、洗脳って言葉。菊池さんに完全に。テンション上がったろね。そう、完全に洗脳されて、これは言わなくちゃと思って。ああ、すごいね。で、そのカートリッジなんだけど、うん、これが、だから、普通の電子書籍のデータ量よりも、全然データ多いんだって。だから、もう解像度がそもそも違うものを作ってるらしい。うん、はいはいはい、うん。何倍って言ってたかな？結構違うんですよ。10倍ぐらいかも。嘘かも。でも、すごく思ったんですよ。そう、それぐらいすごいっていうことだったよって、ね。なるほど。あとね、ニュースいろいろありましたよ。何ですか？ドクターストーンがアニメ化するんですか？ああ、そうですね。ねって今聞いた、うんね。さっき俺がニュースで見た。そう、僕さ、ドクターストーン、なんかたまたまさ、ドクターストーンが始まるときにさ、うん、そのちょっと前ぐらいになぜか僕は、ボーイチ先生が気になってさ、うん、なんか、なんでね、ホテルっていうね。ああ、ネームタグが本棚にあるから。あるでしょ、うん。で、それ、要は買ったんですよ。なぜか急に思い立ち。それをなぜ思い立ったかというと、うん、ホテルっていう作品の1話目の読み切りが、ずいぶん前に、うん、なんかこう、アフタヌーンかな、指揮書かなんかで読んでて、あの構造って何なんだろうと思って、すごい気になってて、一、うん、人語りなんだけど、めっちゃ読み込ませる作品になってて、これすごいなと思って、買ったら、うん、
あ、ボイツ先生っていう人なんだなと思ったら、ジャンプで始まって、うん、ジャンプで始まるんだみたいな内容。なんだみたいなことになって、はい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 、もう快進撃だよね。うん、で、今、アニメ化されると。なるほど。ホテルめっちゃいいから読んでほしいな。読んだよ。面白かった。いいね、面白いよね。うん、なんかでも、まあ、ドクターストーンとは、まあもちろん原作者が違うんで、うんうん、読み味は違うけど、うん、画力で持っていくとこは本当にすごい。うん、あと、構造もなんだけど、どっちも画力の高さが、その構造をすごいパワーアップさせてるんだよね。つまり説得力ね、みたいな。うんうんうん、ドクターストーンも、最初、青年向けの絵柄な感じがしたんですけど、うん、どんどん少年漫画にカスタマイズされてって、今、画力プラスその少年漫画のカスタマイズですげえ、さらに面白くなってる。ホテルってさ、うん、結構前じゃね？前だよ。そこから坊一先生は一体今まで何をされていたんですか、東西さん。ヤングキングとかで。ヤングキングとかで。やってます。そうだったんですね。うん、あ、そうだったんですね。ヤングキングで。そうそう。いろいろ。確か。連載をされていた。役者ものじゃなかった、あれ。そうですね。うん。あ、そうだったんだ。うん、すごいよね。な。性的なやつ。うん。なんか、変遷がすごい。うんうん。そこからジャンプっていうのってあんまなくない？そんなことはない。うん、ない。ですよね。なんか珍しい流れだなと思いました。あ、その後のグランドジャンプから。あ、グランドジャンプで、うん、あ、そういう、あ、そういう流れなんですね。グランドジャンプに行き、シュエーションの流れになっているというそうです。そうですな。あと他にニュースはね、うん、進撃の巨人が結構最近よく見るなっていう感じ。進撃の巨人の最初の第一項のネームみたいなのが、うん、ね、それこそジャンプとかでのなんか跳ねられてみたいなの話で有名じゃないですか、うん、でその跳ねられたというネームが今公開されてんだよね、ちょうど、うんうん、っていうのがニュースになってた。見たですか？ああ、ネームは見なかったんだけども、うん、その理由はなんとなくわかる、うんうん。なぜならば、進撃の巨人が最終章に入ってるからだよね。ああ、そういうことか。で、だからテレビもやってるし、うん、みたいな状況になってる、ね。で、盛り上げていこうぜっていう感じをすごい感じてはいる。了解しました。っていうこととか。あとはね、これはね、デイリーポータルの記事が面白かったんですけど、急にまたデイリーポータルの話を突っ込んでいく。靴箱にラブレターは何冊入ると溢れるのかっていう何冊よく漫画の表現でさ、あるよ。靴箱、下駄箱だね。下駄箱バーン開けると、ラブレターがドサー出てくる表現ある。足立みつる先生の漫画で俺見たことあるよ。あれは何冊入ると溢れるんだろうみたいなのを実験してた記事があって。うん、何冊入るんですか？ごめん、それまだ読んでない。なんでね、なんで言ったし、タイトルだけ見て、これは気になるなと思って。それは気になる。何つ入るんだろうね。全校生徒を超えたら笑うんだよね。そんなバカな。ね、っていうのは漫画的に、ああ、こういうのってあるなって思いました。以上かな。全然関係ない話して、思い出したんだけど、はい、うん、最近、いろんな漫画で、はい、まあ、これ、自分の背景を乱して、なんでかっていうと、うん、今、下駄箱って言ったでしょ、うん、俺結構友達とかに背景シェアしてるんですよ。うんうん、使っていいよって言って書いたやつ、うんうん。で、自分の母校をね、モデルにして、うんうん、教室とか屋上とか、もう全部学食とかで、うん、書いたんですよ。うん、最初の、メテオさんストライクですっていう連載のためにね。で、それ結構いい角度とかたくさん作ったから、うんうん、素材として、仲のいい友達とかに、うん、行くよこれって言ったら、うんうん、もうそこで、いろんなエロ漫画で見る感じになってきて。ああ、面白いね。夜な夜な、この学校ではエロいことがされ通るみたいな。いいじゃないか。そういう卓人先生、母校に怒られるんじゃないですか。いやいや、大丈夫。で、学園の名前が、桃春学園につけてあるから。俺の母校の名前とはね。なるほどね。わかります。それいいじゃん。そのデータさ、うん、ファンボックスに登録した人にさ、それでもいいよ、ダウンロードできるようにさ、うん、桃春学園が。桃春学園が。ついに。あ、でも、どんくらい疲れるか分かんねえから、ちょっとかけた。ちょっと、友達だから、もう、把握できるんだけど、怖いって思っちゃって、今。そうだね。なんか、うまい仕組みが作れたらいいね、うんうん。でもね、一応規約が一つだけあって、うんうん、それは、その学園に、うん、必ずこの名前を付けたいっていうものがない場合は、うん、桃春学園って付けてねって言ってる。ああ、そうなんだ。面白いなぁ。桃春学園が増えていくんだね。これ、一個のシェアワールドだなと思って。
新しい。新しい。いや、素晴らしいですよ。新しいと取り組みだと思います。いや、もう、笑っちゃってるよ、俺ね。すげえエロ漫画に使われるなと思って。いや、周りにエロ漫画の作家が多いからっていう感じはあるんですけど、なんか、楽しいなっていう。楽しいんじゃないかな。ラジオネーム、森脇神さんからお便りだ、うん。ありがとうございます。拓司先生、後藤先生、おそうっす。うん、おそうっす。ラジオ19回聞きました。はいはい。クッパ姫の話で海外にも女体化萌えがついたっていう話を後藤先生がされてましたけど、うんうん、はいはい。アメコミだとヒーローの女体化は古典だと。ああ。もう何十年も前からやっていますよ。はいはいはい。実はと。スパイダーマンの女性版とか下手したら2桁いる。おぉ。本人が女体化する話もございます。はい。他のヒーローもしかりです。なので向こうでクッパ姫が発信されて流行ったのは必然かもしれないね。なるほど。ということですよ。ああ、いいじゃん。もう女体化って知らんかったよ、ね、普通に。女体化っていう文化はもう、全世界で共通なのかな？いや、わかんないですけど、後藤先生が言ったのは、あれですよね。日本がとんがってるから、うん、なんだけどって思ったら、実はそうでもなかったっていうことだよね。でも、まあ、そこはわかんないけどね、なんとも言えないところだと思う。うん、それはなぜかといえば、日本だって乱馬の時代からそれはもう始まってるわけだから、ね、そんな起源を求めていったらいくらでも遡れちゃうもんね。うん、うん。どういう相関関係になってるのかとかはね、見たいけどね。まあ、そうですね。でも、まあ、とんがってる文化っていうか、まあ、その女体化みたいな、もしかすると、万国共通の可能性はあるね。うん、全然あるよね、ほんと。どう？使えるキャラの数がヒーローものだと、あんまり増やせない、突然。シェアワールドなので、突然増えたキャラクター消せないので、だから、女性を出したいと思った時は、同じキャラクターを女性にしたりだとか。ああ。すげえ。面白いね。まあ、アメコミのルール的なことですな。そうか、そうか。シェアワールドだからなんだ。もう春学園。もう春学園からなんだ。うまいことまとまった。ああ、かな。風に見せたね。はいはい。第23回物応援するラジオはいかがだったでしょうか。はいはい。うん、お知らせは今回はそんなにない。はいはいはい。うん、うん、僕たちと一緒に漫画を応援してくださる方、うん、画面右下のいいねボタンからチャンネル登録お願いします。うん、あとはファンボックスに桃春学園があるよ。うん、お？もうあるかもね。さあ、では漫画を応援するラジオ、ワンラジ、そろそろお別れのお時間です。はい。この番組は星新屋さんと応援隊の皆さんの提供でお送りいたしました。はい、また次回お会いしましょう。はい、ま、あれじゃない、クラウドファンディングの話したかったんじゃないの。ああ、クラウドファンディングは、うん、まだこのやつだと多分行われていますね。おお、最後の盛り上げだ。最後の盛り上げ、うん、妄想受信探偵かけるのクラウドファンディングですね。うん、詳しくは第22回目放送で話しましたから、まあ、そちらを聞いてくださるなりしてくれると嬉しいですね。はい、うん、さあ、じゃあまた次回です。はい、またね。またね。